トリポリ港の戦いは第一次バーバリ戦争の初期に行われたアメリカ海軍によるオスマン帝国の純独立状態の独立再三州のトリポリの拠点たる都市であるトリポリに対する海上封鎖の実施に伴って発生した戦い海上封鎖は海戦時から行われていたが特にトリポリ港の戦いと呼ぶ場合1803年10月3日に アメリカ海軍のエドワード・プレブルが派遣艦隊の司令官に就任し、1804年9月10日にサミュエル・バロンと変わるまでのアメリカ海軍の活動が活発になった期間を指すことが多い。1801年5月14日、トリポリのパシャであったユサフ・カラマンリが在トリポリアメリカ合衆国領時間の正常機を旗ざおから切り落とすという暴挙に出たため、 国旗に対する公式な侮辱であると受け取ったアメリカ合衆国との間で緊張状態になった。このような中、6月1日、アメリカ海軍のリチャード・レール率いるプレジデント、フィラデルフィア、エセックス及びエンタープライズからなる艦隊がジブラルタルに到着した。6月10日、トリポリ側がアメリカ合衆国に対して海戦を通知したため、正式に戦争状態に突入した。 この時、派遣されたアメリカ海軍の艦隊は、対するトリポリ側が約2万5000名の兵員と24隻の戦闘艦を要していることから、正面攻撃を行うわけにもいかず、遠巻きにトリポリに対する海上封鎖を行い、地中海を通過するアメリカ合衆国戦績の商船の護衛を行っている。それでも8月1日、アメリカ海軍のエンタープライズと、 トリポリ側のポラッカとの間で最初の戦闘が発生しており、この時はアメリカ海軍が一方的に攻撃してトリポリ側のポラッカを戦闘不能に陥れ、武装解除の上で解放している。1803年10月3日、アメリカ海軍は艦隊司令官をエドワード・プレブルに変え、コンスティチューションを機関とする増援艦隊を派遣した。 1801年8月1日の戦闘以来、小競り合いはあったものの、大きな戦闘は発生していなかった。プレブルは、シチリア島のシラクサに、艦隊の根拠地を構え、指揮を取ることとした。しかし、作戦行動を計画中の1803年10月31日、派遣艦隊の中核的存在であったフィラデルフィアが、 トリポリ側の小型艦を深追いして座礁し、艦長の時間帯と重なって離床できなくなって、トリポリ側の砲艦に打破され、ウィリアム・ベインブリッジ艦長以下上、クミーン307名がトリポリ側の捕虜になる事件が発生した。この事態を重く見た、プレブルは、捕虜になった、ベインブリッジからの手紙での提案もあって、打破されたフィラデルフィアがトリポリ側の手によって戦力化されるのを防ぐため、 事前の会議でフィラデルフィアの破壊作戦への従事を志願していたスティーブン・リケターに対してフィラデルフィアの破壊を命令した命令を受けたリケーターはイントレピッドと解明したトリポリ側から打歩した決地漁船に兵員を乗せ夜間に異常攻撃をかけてフィラデルフィアを破壊する作戦を立案し1804年2月16日に作戦を実行した現地の漁船に偽装し 募集した志願者76名を乗せたイントレピットは、館内に収容しきれなかった約10名を上館班に乗せていたものの、トリポリ側に怪しまれることなく要塞の砲台の真下に係留されていたフィラデルフィアに接近、アメリカ海軍の完全な奇襲となった。この戦いは、フィラデルフィアの左限にイントレピッドが強行節限の後、水兵の切り込み隊を送り込み、短時間の白兵戦で、 フィラデルフィアを制圧し、イントレピットから持ち込んだ、可燃物に放火して退却した。なお、当日ウロンコーの海上封鎖作戦に従事していた、ホレーショネルソンは、この作戦の成功を見て、東大で最も大胆かつ勇敢な行為であると、称賛している。イントレピットワクチンの図フィラデルフィアを処分し、高校の憂いを断ち切ったアメリカ海軍は、本格的な作戦行動を開始することになった。 フィラデルフィアの一件でトリポリ沖の浅瀬における行動が大型艦にとって危険なことは明らかになっていたのでアメリカ海軍のプレブルは当時のシチリア国王フェルディナンド3世に小型艦の太陽を依頼し砲艦6隻とボムケッチ2隻を借り受けているこのようにして戦力を整えたアメリカ海軍は1804年8月に入ってから複数回にわたって トリポリの市街と要塞に対する艦砲射撃を試みている。特に1804年8月3日の艦砲射撃では、応戦するために出てきたトリポリ側の艦隊との海戦が発生し、トリポリ側の砲艦が撃沈されている。しかし、陸上への効果的な砲撃ができる艦艇の絶対数が不足していたため、トリポリの市街と要塞に効果的なダメージを与えられず、 この後に行われたミノシロキン4万ドルと引き換えに捕虜となったフィラデルフィアの乗組員の解放を要求する交渉は不調に終わっている。この時、ユサフ・カラマンリはミノシロキンとして20万ドルを要求している。このような状況を見たアメリカ海軍のプレブルは次の策としてイントレピットに大量の爆薬を乗せ決死隊の操船によってトリポリ側の白地に侵入、爆発させて 敵艦を一網打尽にする作戦を9月4日に実施したものの、フィラデルフィアの一件で警戒を厳重にしていたトリポリ側に発見され、要塞砲の攻撃によって乗せていた爆薬が爆発し、艦長以下上、組員12名全員が戦死している。その直後の1804年9月10日、サミュエル・バロン率いるアメリカ海軍の増援艦隊が白草に到着し、艦隊司令官が エドワード・プレーブルからサミュエル・バロンに変わっている。バロンはこれまでの状況から以前の遠巻きの海上封鎖に作戦の方針を変更している。この戦いではアメリカ海軍が果敢にトリポリの要塞に艦砲射撃を試みたが艦艇の絶対数が足りずトリポリの要塞砲とトリポリ沖の浅瀬に阻まれて徹底した攻撃ができなかったため、 トリポリの市街と要塞の損害は海無であり、陸戦部隊であるアメリカ海兵隊を上陸させることもできなかった。このような状況であったため、以前からトリポリ側の支配者階級における不和に目をつけていた、現在中にスアメリカ合衆国領事でアメリカ陸軍のウィリアム・イートン将軍から艦隊に同行していたアメリカ海兵隊の文献隊を陸路で派遣して、トリポリ側の根拠地を占領する作戦を、 提案されるに至った。この提案は実行されて、ダーネの戦いが発生することになる。ありがとうございます。